Here!
早く殺せ。お前が戦国虎ノ城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが屯所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで。戦国はなんや、遅いやないか。起きた。どういうことだ。さて、どういうことやと思う。戦国藩はな、
今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。花からそういうからくりだったってわけか。沖田、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんさかい。ほれ、例の芹沢カモもそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で逮捕ぶっ放すわ、えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てならんで。はぁ、それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。あ？そしたらわしが美少年ちゃうやんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらまぜ。てめえはそんなもののために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけどちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何なあ沖田はん、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、沖田はん。はあ、沖田。ええ加減だ。ふりゃあ、ふらあ、なんでや。沖田、お前聞いたことないか。カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男を追って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや。
Ha ha ha!
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、やつの剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小立ち術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが沖田、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。それは本物のお前と戦うためや。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。本間の名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士なんでもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。
だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思ってな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで、はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした？いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。手紙？何だと？はじめちゃん？バカだ。はじめさん？兄弟が。